こんにちはサードラです今回は第2弾アップデートに向けてこちらの正規琥珀の線ですねこれを9999 99個、まあ、カンスト分と合わせて回連星を9999 99連するためには6000万ゼニー必要となってきますので、まあ、右上見ていただきたいんですけど、まあ、ちょっとオーバーしてて6500万ゼニー集めることができましたのでここまで集めるのに実際に僕が周回した効率がいいクエストのご紹介とそのクエストをどれぐらい周回すればカンストするのかっていうのについてもお話し をさせていただこうかなと思います。 まずこちらの正規琥珀のカンストですね。これは正直おすすめをしていなくて、理由が、まあ、ゲームによってはこの9999 99以上集めた場合って内部的に保管をしてくれるゲームもあるんですが、まあ、今回のサンブレイクにおいては9999 99以上取ったアイテムは捨てられていくんですよ。なので、この正規琥珀の線に関しても僕今9 9 9 9なった状態から何回か回答級クエストを回しているんで多分内部的に保管してくれてるんであれば、 1>, 多分1万100個とか今あるはずなんですがまあ試しにじゃあ2個ですね分かりやすいようにちょっと消化をしてみるんですけどもまあ結果はどうでもいいんですね結果はもうちょっと今までのやつをそのままもらって。 見てみるんんですがこんな感じで9997個に減ってしまいまいすなので9999、まあ、99以上は持つことができずにゲットしても自動で捨てられてしまうのでもし僕が解盗級クエスト無駄なくやりたいんであれば一回この正規琥珀をある程度消費してからじゃないと琥珀を取れないっていう風になってしまっているのでカンストまでやるのは正直おすすめしないですやったとしても9000個前後で止めていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。 思います。っていうのがまず注意事項ですね。続きまして、実際に僕が集会をしたクエストをご紹介させていただくんですが、まず一番おすすめのクエストはこちらですね。この回答級のディアバゼルのレベル100の30分クエストが一番おすすめでして、これはソロでは集会はちょっとおすすめしないでマルチにはなるんですが、 まずは固定を組んで周回する場合は、だいたい一周あたり2分で終わります。で、野良でやる場合ですね。野良でやる場合でも、前回こちらの動画で立ち回りは全部ご紹介を装備も含めてさせていただいているので、まあ、この立ち回りが今かなり野良で浸透していまして、もうどの部屋入っても絶対にこの立ち回りでやるってぐらいにはなっているので、固定組まなくても一周早ければ同様で2分台、遅くても3分後半から4分10秒以内には毎回終わっているので、 大体平均3分30秒ぐらいでクエストが野良の場合でも終わってこれはもうカウンストするまでのデータで平均を出したんですが平均で出した場合1周あたり17個正規琥珀を取ることができましたのでここが正直一番最高率ですね。で次に マルチをどうしてもしたくない方向け、ソロで周回したい方向けのクエストになるんですが、その場合は、まあこちらのドスバギーもしくはドスフロギーの25分クエストですね、ここを効率属性だったりバギーであれば非属性ですね、で回していただくのがソロでは効率がいいんじゃないかなと思います。ただ、まあここ早ければ1周1分で終わるので、1周あたりの速度はディアバゼルより早いんですが、琥珀の入手数が 一周あたり7個とかしか取れないんですよね。なんで倍以上ディアバゼルの方が効率が良くて入退場の時間もディアバゼルだと2回分を1回で済むのがここは毎回張り直し1等分ずつやらないといけないので時間効率で考えればノラでマルチをするとしてもディアバゼルが一番効率がいいんじゃないかなと思います。で、このバギーとかフロギーやる方はどうしてももうソロで絶対やりたいんだって方は ここをやった方がいいんですが、まあ、先ほども言った通りノラでも今めちゃくちゃ安定して周回僕も7000個から9000個にかけては全部ノラでやってみたんですけど1回も負けることなく3分台平均で回すことができたので正直ノラでディアバゼルやるのが一番効率はいいんじゃないかなと思いますで次にゼニーなんですがゼニーに関しても僕はこのディアバゼルのまず報酬金ですねここと合わせてディアバゼルで取れた素材ですねを 売っただけで5000万ゼニー以上稼ぐことができてもちろんマカレ金も回してたんですが素材結構余ってその分売却しただけでそこまで行ったのでゼニー稼ぎも正直琥珀集めと並行してディアバズルやっとけば同時に解決をしてくれるんじゃないかなと思いますで、今ゼニー集めのコンテンツとしてまあ、カニのイベントクエストを来てくれていたりとか鉱石クエストが来てくれているんですが正直その2つを回すよりもこのディアバズルやった方がゼニー稼ぎもしながらマスターランクハンター ランクも上げながらさらにマカレンキンの素材も安定して回せてっていう風になるので、まあ、そこも考えてやっぱりここのクエスト一択に僕はなるんじゃないかなと思って後半はもうずっとここを回していたっていう感じですねなのでもしまだディアバゼルやったことない方はえ立ち回りは過去の動画で紹介してますので一回騙されたと思ってやってみていただくとめちゃくちゃ23分で毎回安定して終わってくれるので是非野良でもやってみていただければなと思います でそしたら次に、まあ、カンストをするまでの周回数とかかった時間についてお話をさせていただくんですが今回はこのディアバゼルでお話をしていきますで、まあ、先ほどお話しした通り1周あたりの平均はまず正規琥珀1周あたりの落ちる数っていうのは最低が14個最大21個落ちてカンストまでのデータで平均を出した場合は1周あたり17個正規琥珀の線が落ちることが確認できましたなので9999個集めるために まず何周するかっていうと17で割って588.1周ですねすることによってまず9999 99個集めることができるようになっておりますでクエストの再入場時間とか準備時間ですね、まあ、準備に関しては前の動画でも紹介している通りクエストクリア後の待機時間で終わらせてしまうので、まあ、ないんですけど長めに見積もって 入隊を含めて1週5分だと仮定した場合、588週するのに必要な時間が2940分なんですよ。これを1時間単位で直すと49時間で、 9999琥珀と合わせて集めた素材を売却することによって5000万銭稼ぐことができましたので、ま正直ね、正規琥珀のカンストとか銭6000万稼ぐのってめちゃくちゃ時間かかるかなと思ってたんですが、極端な話、本気でやれば3日で終わらせることができるようになっております。なので、まあこの数字見ていただいてもわかる通りめちゃくちゃこのクエストが美味しいので、 ぜひ皆さん周回してみていただければなと思いますで今回集めたこの正規琥珀であったりゼニーに関してはまた第2弾アップデートに向けて9999 99個と6000万ゼニー以上っていうのを調整して、まあ、第2弾アップデート来たら 新防具に全部突っ込んで、紙引きができるまで引いていきたいなと思っていますので、まあ、そこの回連性で何が出るかとか気になるよって方は、ぜひ、チャンネル登録していただいて、その動画待っていただけるととても嬉しいです。で、あと、第2弾アップデートが実装されてから、より効率のいい集会先ですね。まあ、琥珀集めとかランク上げも含めて、ま、集会先であったり、あとは、ま、防具とか装備の更新等もあれば、そちらも動画を作らせていただきますので、よろしくお願いします。バイバイ。